そうなんですよね。私時間のかかることが嫌いなんですよ。だから長く練習して上手くなるのはある意味ピアノと一緒で当たり前で、すぐ結果を出してあげたい自分も出したいけど出してもあげたいんですよね。文節の頭にイントネーションを持ってくるからなんですね。例えばこんばんは渡辺秀美ですって、これ普通に喋ってるじゃないですか。こんばんは渡辺秀美です、もうみんな上手く喋ろうとするから言いたいことが言えなくなっちゃったりとか、ゆっくり歩く、ゆっくり喋る、ゆっくり動作をする、それらがすべて緊張を取るためにとっても有効である。だってそうじゃないですか、300キロで走ってるポルシェ、ちょっとハンドル切ったら壁に激突しますでしょ。それと同じで、人もそんなピークになってどうにかなんてもう絶対コントロール効きませんから、一番手前でなんとかする。え、ママなんで300点って言わないの、あ、君の中ではマックスは100じゃないんだねって思って、なんで男性はしなくていいのに女性はメイクしてないと社会人として失格みたいなこと言われるのって聞かれて、3つのステップでノーイエスに変えていくんですね。1つ目はまずはゴールを決めないとやっぱり何事もたどり着けないのでゴールを決めます。2つ目はっていうと、プレゼンって相手の聞きたい話でスタートして自分の言いたい話で終えるっていうのがこれ鉄板なんですね。最後のステップですね。じゃあノーイエスに変えるにはどうしたらいいの、相手の聞きたい話、要するに困っているところと自分の主張、お小遣いあげてほしい、この接点を探すわけですよ。相手の夢を叶えてあげる代わりに僕のもちょっと叶えてっていうところへ持ってくるっていうのがベストなんですね。あのシャンパンタワーって一番上に入れるから下まで満たされるんですよ。でも女性ってほら家族だったり子供だったり旦那さんだったり周りばっかり満たしてるんですよ。だからてっぺんの自分のグラスをねやっぱり満たさないと、いかに茶碗洗ったりとか余計な時間をかけないかが全てだから、茶碗にはラップをかけてご飯を食べるって言ったんですね。だってバリバリ働いてたらどっかに歪みって出るじゃないですか。その歪みの出先が子供になるのは世の中に絶対正しいことなんて一つもないっていうのが私の確信なんです。それって本当に絶対なんだろうねみたいなのが口癖だったんですよ。最後に母に投げた言葉が、この世の中にね正しいなんてことないんだよ一つも正しいことなんて探してもないんです、答えはこうかなああかなって思ったものをどんどんやっていくしかない、その中で正解に近いものに近づく。じゃあ秀美さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん